どうも皆さん、こんにちは。留学ワールドのショートです。本日はですね、タイトルにもありますけれども、私でも行けるアメリカコミカレ留学についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、いつもとは違ってカウンセラーの方お二人に来ていただいております。留学ワールドのカウンセラーの方とロサンゼルス留学センターのカウンセラーの方ということで、山本さんと皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしよろましくお願す。いいたします。ということで、今回はですね、このコミカレ留学についてお話をしていくんですけれども、まずですね、お二方、このチャンネル初めましての登場だと思いますので、簡単にじゃあ山本さんの方から自己紹介もお願いします。はい、ロサンゼルス留学センター現地カウンセラーの山本と申します。よろしくお願いいたします。高校生の時に初めて行きまして、カリフォルニア州フレズノの公立高校に1年間交換留学しまして、高校卒業後、カリフォルニア州ベイエリアにあるディアブロバレーカレッジに2年在籍しました。その後、UCLA に編入しました。専攻は、経済、副専攻に音楽ビジネスを学んでました。いや、いいですね。実際に、コミカル留学されてたということですので、本日はですね、さまざまなリアルなお話聞けるかなというふうに思いますので、ぜひですね、皆さん楽しみにしていただきたいなというふうに思いますけれども、もう一方、海野さんです。海野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ロサンゼルス留学センターの海野です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私の、留学経歴なんですけれども、私は、高校3年生前ですね、普通日本の高校に通っていまして、大学卒業の、すみません、大学に入学するタイミングで、アメリカのカリフォルニア州のシエラカレッジというところに編入いた、入学しまして、3年間在籍した後ですね、ハワイにあるハワイ大学ヒロ校に編入しました。学生時代は専攻は経済学で、私はずっと、子供の時から野球やっていまして、大学4年生までアメリカでも野球をやっていました。おお、いいですね。いや、もうお二方ともアメリカ留学実際に経験されてるプラス、現在もですね、サポートされているということで、アメリカ留学のプロのね、お二人ですので、今日はもう根掘り葉掘りコミカレ留学についていろいろと教えていただきたいなというふうに思いますし、非常に、ね、人気の留学プランだと思いますので、ぜひぜひですね、皆さんですね、コミカレ留学興味ある方は最後までご覧ください。留学ワールドの方ではですね、コミカレ留学以外の留学プランも様々サポートしておりますけれども、留学ワールドのこのおすすめポイントというところをですね、ぜひ視聴者の皆さんにもですね、伝えていきたいなと思うんですけれども、こちら海野さんの方からですね、留学ワールドロサンゼルス留学センターのおすすめポイントの方紹介お願いします。はい、そうですね、まずですね、ロサンゼルス留学センターということで、現地に、ね、スタッフがいる、在留しているということですね。留学中何かトラブルがあったりとか、何か困っていることがあればですね、そのサポート体制というのも万全ですので、ご安心して渡航いただけるというのが一つの特徴になっているかなというふうに思います。次はですね、入金後から渡航までの祝日以外の毎日ですね、オンラインでの無料英会話レッスンがあります。こちら毎日参加いただけるものでございますので、ぜひ渡航前にですね、英語力アップに活用していただければなというふうに思います。最後にですね、弊社は J クロス認証エージェントとなっております。消費者庁や、文部科学省といった政府機関からのアドバイスをもとに作成しているルールを厳守しているエージェントのみが、このような認定を受けることができます。こういったところからですね、弊社の、安全性をお分かりいただけるかなと思いますので、ぜひ弊社のサポートですね、渡航前から渡航後まで受けていただけると、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、渡航前、渡航中、渡航後、さまざまなサポートのあるですね、ロサンゼルス留学センターですので、ぜひですね、アメリカ留学、ロサンゼルス留学の際にはですね、選んでいただければというふうに思います。ということで、本日はですね、アメリカコミカレ留学についてお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本日はですね、ということでコミカレについてお話をしていくんですけれども、このコミカレというものですね、そもそも何ぞやどういう留学プランなのかというところですね、わからないという方もいらっしゃると思いますし、僕自身もですね、このコミカレというものを、アメリカの留学とかですね、この今まで触れてきたことがあまりなかったので、どういう留学なんだろうというところが興味あるんですけれども、まずそもそもこのコミカレというものはどういう留学プランなんでしょうか。はい、コミュニティカレッジ、通称コミカレと呼ばれているんですけれども、はい、通常1年から2年の期間でですね、準学士号、アソシエートディグリーと呼ばれるプログラムを提供しております。卒業後の進路としてはですね、4年生大学の、3年生として編入をしたりですね、専門的な知識を生かして就職先を見つけることが、できます。コミカレではですね、準学士号、取得後はですね、自分が学んだ専攻や、
分野に関する職員に就くことができてですね、 OPT 制度と呼ばれるものを利用する学生さんも多くいらっしゃいます。なるほどですね。このじゃあコミカレというものはこう日本でイメージしやすくて短大みたい な, なんかそんなイメージで合ってるんですかね。そうですね、はい。なるほどですね。このコミカレに1年間入ってから4年生の大学に編入するというのは結構こうアメリカでは一般的なんですか。そうですね、結構一般的なことが多いですかね、はい。じゃあ山本さんは、コミカレに、実際に行かれてたということですよね。はい、2年間在籍しておりました。その2年間の在籍期間っていうのはなんかどういうふうに過ごしていくんですか。4年生の大学に行ってるときとスケジュール感とかなんか学ぶことっていうのはこう大体同じようなことを学んでいくんですかね。そうですね、コミュニティカレッジで編入を目指していらっしゃる方はコミュニティカレッジにいる間にロアディビジョンと言われる日本でいう必要科目をこう取っていって一般教養の科目とかを先にコミュニティカレッジで終わらせてから編入します。なので、コミュニティカレッジはもっと一般的にいろんな分野の授業を取ってから編入してからはもっと専門的な自分のメジャー専攻に関する授業をもっと4年生大学では取るっていうのが一般的かなと思います。なるほどですね。じゃあ日本でいうとこの普通の大学の 1,2 年生でやってるような内容もコミカレでやるみたいな、なんかそんなイメージなんですかね。そうですね、そのようにイメージしていただければいいかなと思います。なるほどですね。この準学士を取得した後は4年生の大学に行かないでこの OPT 制度を利用する学生も多くいるということなんですけど、この OPT 制度というのはどういう制度なんでしょう。 OPT っていう制度はアメリカでサーティフィケートやアソシエイトディグリーなど 学位を取得されている方に、もらえる就労ができるサポートビザの制度になります。なので 学位を取っていただくと1年間アメリカで働ける権利っていうのを得られることができるので、アソシエイトディグリーの場合は2年で取れるので4年生の大学でかかる4年の学位よりも早く学位を終わらせて OPT を使って働くことができるっていうのを利用される方も多いと思います。なるほどですね。いやこの OPT 制度というのは非常に魅力的かなというふうに思いますけれども、今非常にですねこのメリットというかですね、この実際に、このアメリカで働くビザを手に入れることができたりとか、あとはその専門的なですねこの、学びに、向けてのこの準備ということでコミカレをね利用する人がいるということなんですけれども、このコミカレを選ぶメリットというか、このコミカレがおすすめな理由みたいなところがあれば皆さん教えていただきたいんですけれども、コミカレを選ぶメリットってどのようなところにありますでしょうか。コミカレがいい理由っていうのは大きく分けて3つあります。1つ目がまず学費を節約できるということです。4年生大学に比べてコミカレの年間授業料というのは半分以下になるというケースが多いです。そのためですね、2年間コミカレで、必要な単位を取って、その後ですね4年生大学に編入することで、年間の学費を節約することができます。例としてですね、4年生大学で一番有名な UCLA の場合はですね年間$45,000かかるのに対してですね、ロサンゼルスにあるサンタモニカカレッジの場合ですね年間$12,000で、留学することができます。こちら授業料のみになってしまうんですけれども、またコミュニティカレッジっていうのはですね基本的にはどこの学校でも学費の価格帯っていうのは同じになってきます。ある誤差はあるんですけれども大体はこのあたりのお値段で、留学することができるので、費用面でも特におすすめですねコミュニティカレッジというのは。はい。で、2つ目です。4年生大学に比べてですね、入学難易度はとても低いっていうのが、魅力的なポイントかなというふうに思います。私自身もですね、英語力が全くない状態からアメリカの大学の入学というのを目指したのですね、もうそういった境遇の方にとってコミュニティカレッジというのはすごく魅力的なプランなのかなというふうに思います。4年生大学にですね、1年生から入学するとなった場合ですね、SAT と呼ばれるテストであったりとか、エッセイなど用意が必要なものではなくですね、入学の競争率自体というのもすごく高いので、コミュニティカレッジから4年生大学を目指すというのを一つこう、賢い選択なのかなというふうに思います。コミカレの場合ですね、あと TOEFL であったりとか、IELTS などと呼ばれるテストの一定の基準というのを満たせば、基本的には入学が可能ですので、
はい、まあ、競争率という面に関してもですね、コミュニティカレッジはすごくいいのかなというふうに思います。まあ、実際にですね、まあ、その英語のスコアでどれぐらい必要なのかというところになってくるかと思うんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、一番主流なのが TOEFL の IBT と呼ばれるテストですね。じゃあ UCLA ですね、の場合ですと80点以上というのは必ず必要になってくるんですけれども、まあ、先ほど例に出させていただいたサンタモニカカレッジの場合ですね、その場合です、45点で入学することが可能でございます。まあ私のようにですね、まあ英語力にあまり自信がないけど、まあアメリカ大学に通いたいという方にはとてもおすすめな、まあプログラムとなっております。はい。まあ、3つ目のですね、まあ、魅力として、まあプログラムを終了した後にですね、OPT 制度を使ってですね、アメリカ国内で働くことができる。ということですかね。OPT とはですね、F1 ビザ取得者がプログラム終了後、アメリカ内で選考と関連した職に就くことができる制度のことを指しています。まあ、コミカルでは学生用のビザ、F1 ビザでのプログラムと、1年間の OPT を利用してアメリカで働くことができます。はい。まあ、アメリカでですね、働く経験がしてみたいという方にもですね、コミカレというのは非常に魅力的な選択肢ではないかなというふうに思います。いや、いいですね。非常にメリットが3つ今出てきましたけれども、まず学費節約できるというところで、やはり留学というふうになるとどうしてもですね、この学費というところ気になる方多いのかなというふうに思いますし、やはりアメリカの大学を目指している方の中で、やはりこの学費が半額になって、まあそれで4年生大学に入るための準備ができるというふうになると、こう4年間のこうトータルの学費を抑えることができるというところで、コミカル非常に魅力的かなというふうに思いますし、まあ、半額以下ってなってくると、それはもうコミカルを選ぶのかななんていうふうに僕は思ってしまうんですけれども、まあやっぱりそういう方がどうですか、お二人の周りだったりとか、それこそ普段カウンセリングをされている中ではやっぱ多いんですかね。そうですね、やっぱりあの学費はやっぱり4年生の大学はアメリカの場合かなり高くなってしまう傾向にあるので、コミュニティカレッジの2年間で節約できる分節約して、それから編入して4年生大学の学位も取れるっていう、最終的な取れる学位っていうのは一緒になってくるので、そこで節約できるっていうのは賢い選択なのかなと思います。そうですよね、やはりトータルして高額評を抑えられる方がいいと思いますので、この学費節約できる組から非常にいいなというふうに思いますし、4年生大学に比べて入学の難易度が低いというところもですね、やはりなかなか最初英語力不安だなという方も多いと思いますので、そういう意味で言うと、こちらも TOEFL のスコアが約半分ぐらいというふうになってくると、これも非常に魅力的かななんていうふうにも思いますし、まあ、僕自身もですね、英語力最初ない状態で海外に行ったので、そういう意味で言うと、このなかなかね、最初から TOEFL 80点以上ってなってくると、まあ高校時代だったりとかその前からですね、英語の勉強をしておかなければいけないかなというふうに思いますけれども、45点以上というふうに聞くとどうでしょうか、高校2年生とか高校3年生ぐらいの人でもちょっと勇気の出るスコアかななんていうふうに思いますし、この辺はどうですか、海野さんもあの先ほどご自身の経験の中で英語力というお話ありましたけれども、結構安心材料の一つでしたか。そうですね、はい、本当45点、まあ、最初本当難しいなと思ったんですけれども、まあ英語を真剣に勉強していくと、まあ、45点は、まあ、結構簡単負担ではないですけど、まあ、全然超えられない数字ではないのかなというふうに思います。私も本格的に英語の勉強を始めたのは高校3年生の9月頃からだったので、それからまあ1年後の渡航に、ま、間に合うことができたので、はい、まあ、すごく、まあ、まあ、頑張らないといけないですけど、まあ、全然可能な数字なのかなというふうに思います。うん、いいですね、やはり実際に経験されているお二方だからこそですね、まあ、勇気の出るお話だなというふうに思いますし、その後この OPT 制度というところで、実際にですね、コミカレだったりとか4年生の大学で学んだ後にアメリカで働くことができる制度があるというのも非常にいいですよね。なかなかこうアメリカで聞くと就労のビザとか取るのすごく大変というイメージがありますので、そういう意味で言うと、あの現地で働く経験ができるこの OPT 制度も非常に魅力的かなというふうに思いますけどね。まあ、そういうところから、やはりこのアメリカのコミカレ留学を選ぶ方だったりとか考えている方多いのかなと思うんですけれども、まあ、その中でもですね、このアメリカはかなり広いですので、どこのコミカレに行くのがいいのかだったりとかですね、まあ、どういう学校があるのかなんていうお話もですね、気になるのかなと思うんですけれども、ここからですね、コミカレのおすすめの学校というところをですね、紹介していただくんですけれども、こちらはですね、ロサンゼルス留学センターのチャンネルの方で、後日アップしますので、ぜひですね、皆さんそちらの方をチェックしてみていただきたいというふうに思います。留学ワールドのチャンネルではこちらで終わりになりますので、今回はですね、このコミカレとは何ぞやというところと、コミカレおすすめな理由というところについてお話をしてきました。
コミカレですね、さまざまな学校がある中で、ロサンゼルス留学センターのカウンセラーの方が今回は3つほど学校を選んできてくれましたので、そちらの様子はですね、概要欄に貼ってあるロサンゼルス留学センターの動画の方をチェックしてみてください。ということで本日はお二方どうもここまでありがとうございました。ありがとうございました。